アムルハサン・ザキーは、エジプト・マンスーラ出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはフォワード。ザキは、アル・マンスーラ SC で、プロとしてのキャリアをスタートし、インピー SC に移籍する2003から2004シーズン前まで所属していた。インピーに所属していた2004から2005シーズンには、得点王にとなり、クラブを、 初めてのリーグ優勝へ導いた。また、リーグカップでも、準優勝した。2006年に開催されたアフリカネーションズカップで、活躍し、エジプトのアルザマレク、アルアハリア UAE のアルアイン FC、フランスの FC、ナントなどの多くのクラブの関心を集めた。最終的には、ロシアのロコモティフモスクワ移籍することを決め、契約を結んだものの一試合も出場することなく、 エジプトのアルザマレクへ移籍、チームの得点源として活躍した。2008年7月22日にウィガンアスレティック、FC と1年間の期限付き移籍を締結。プレシーズンマッチ2試合で2得点を挙げた。プレミアリーグデビューとなった8月16日の対ウエストハムユナイテッド戦で初得点を記録。 8月30日の対ハルシティ FC 戦では2得点を挙げ、5から0の勝利に貢献した。プレミアリーグ初年度ながら、リーグの得点ランキングにもなお連ねる活躍を見せ、クラブの代表者であるデーブ・ウェランは、ザキはアラン・シアラーのようだと、その活躍を称えた。しかし、シーズン後半は極度の不振に陥り、全くゴールを決められなかった。2010年1月、 ハルシティ AFCA レンタル移籍しプレミアリーグに復帰した2004年6月20日に行われたタイコートジボワール代表戦で代表デビュー代表初ゴールは10月8日に行われたタイリビア代表戦である2006年のアフリカネーションズカップでは準決勝の対セネガル代表戦で2度に代わり途中出場しファーストタッチで 決勝ゴールを決めるなど、エジプト代表の5度目となるタイトル獲得に貢献した。2008年に開催されたアフリカネーションズカップでも、グループリーグの対ザンビア代表戦、準々決勝の対アンゴラ代表戦、準決勝のコートジボワール代表戦で得点するなど、4得点を記録、チームの連覇に貢献し、大会のベストイレブンにも選出された。ありがとうございます。